こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、あんなに優しかった俺も京都公演が初日無事明けまして、うん、はい、2日目も行ってるっていう感じで、3日目の朝っていう感じですね。今はちょっと先週ね、お休みいただきまして、そうですね、立東公演もあって、立東プレビュー公演と京都公演と見に来ていただいた皆さんありがとうございます。これから見に来ていただくという方、うん、どうぞよろしくお願いいたしますという感じですよ。なんかいい感じで今やっております。なんか本当にお客さん盛り上がってて、ああそうなんですか、盛り上がっていただいてて、なんかありがたい感じです。ちょっと台風が心配ですけどね。いやーちょっとね心配ですね。まあ公演もそうですけどね、まあ本当その台風自体がその14号今回来てるやつがすごい大きいというか、うん、なんか凶暴だみたいな、なんか、うん、その上陸しないでほしいですね。まあちょっとこればっかりはなんともあれですけども、お気をつけくださいという感じです。本当にそんな中ですね、はい、私インスタライブデビューしましたよ。おー、インスタライブデビュー。インスタライブをね、あの京都公演の初日の、うん、本当に本番始まる、うん、30分前ぐらいに、うん、なんかふと思い立ってそうだインスタライブやってみようと思って、はい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 、やってみたんですよ。はい、うん、そしたらなんか80人ぐらいバッと、もう何も言ってなかったよね、急にあれ、うん、見てくださったのかな。あららら、ら素晴らしい。そういや、インスタライブでそっから、うん、なんか本番前ちょっとこうインスタライブするみたいな流れになって、なんか昨日もやってみたんですけど、はい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 、なんか昨日は17人ぐらいでしたけどね、うん、まあでもタイミングってあるからね、タイミングあるからうん夜の会やった時は30人ぐらい見てくださったから、なんかまあでもいろいろね、告知とかも何もせずにパッといきなり始めたんで、うん、そのフットワークの軽さがやっぱインスタライブのなんかそういうことなんですかね。本番前にちょっとこう準備しながら、うん、鏡前でちょっとインスタライブやってみるみたいな、なんか素敵なちょっとやってみたんですけど、ただあんまカメちゃんとかも出てくれたりして、あーそうそうそう、なんかあのメンバー、うん、ねこう楽屋だから鏡前でなんかいろいろバーっとこうはしゃいでやってみたんですけど、はい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 、うん、もうなんか3回目にしてその楽屋にいるメンバーにはもう飽きられてるというか、あ石田またなんかやってんなみたいな、はいはい、またなんかハマってんなとどうせすぐ飽きるんやろなみたいな、うん、いやそのとひっくり返してください、そんなそんなメンバーの苦い視線を全部ひっくり返してください最初のはもう楽しそうにね、みんな一緒にこう、うん、うん、あやってるんやっていう感じやってる、うん、ちょっとやっぱ気になるじゃん、やっぱ楽屋一緒だったらさ、こう一人でインスタライブやってたらなんかこう、うん、ねいろいろやりたい人もいるのにみたいな、はいはいはい、そういう目線も気になってるし、あでも意外とみんな優しく、なんか長野さんとか映ってくれたり、うんうんうん、住田さんハートいっぱいくれたりして、ああなるほどなるほど、うんうん、ハート連打して住田さん送ってくれたりして、メンバーが隣で見るっていう、ね、インスタライブね、その盛り上げてくれる、盛り上げてくれる酒井さんとか隣の席だ。いやーインスタライブちょっとまあ気が向いた時にもう毎回やるっていうわけではないとは思うんですけど、そうですね、まあ、気が向いた時にやりまして、まあもし見かけたら、あなんかあの優しくしてやってください。ですね、あの本当誹謗中傷は絶対にやめてください、うん、っていうか、そうね、いや誹謗中傷じゃないないと思いますけどね。まあでもわからないよね、何があるかね。その、うん、そのインスタライブさ、あれ一人でね、うん、その何喋っていいかほんまにわからんくなるね。うん、一人ですもんね。そのなんかこう作業して、例えばこう鏡で準備してるとかやったら確かにこうなんかあるんだけど、うん、もう準備終わるじゃん。うん。そうしたらもう喋ることなくなるのよ本当に。でまあコメントとかいただくからそれ読んだりするんだけど、
それがいいのかな、なんかそう。マジで、ほんま、なん化粧とかしてるだけとかありますもんね。あるもんね。なんか、やっぱ、絵描いてるだけとか。やっぱその方が、いい感じなんだろうな。石田さんもその絵描いてる時とかこう、してたんじゃないですか。で、できたら、はーいっつって、ブチッとして。あー、なるほどね。だから鏡前でなんかこう準備終わったら、そう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 、 iPad かなんかで絵描いたりして、そう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 、それをね、あー、そんなんしてみようかな。そうそう、なんやったらね、コメントでこう、どんなん欲しいかとか言ってもらったりしたら、それを描くとかねそんな喋らんでもいいシステムで。そんな絵描きキャラではないんだけど、まあでも確かに確かに、ね、うん、あ、そういうコミュニケーションね。うん、もしくはもうほんと好きなビートルズの歌を鼻歌で歌い続けるっていう時間です。あ、ギターね、楽屋にギター持ってって。そう、全然いいじゃないですか。相当めんどくさいやつやな。うん、あいつ楽屋でうるさいなってなんですけどね。あいつ楽屋で横の酒井さんはたまったもんじゃないなって思うんですけど一人楽屋やったらまだしもね。うん、なるほどな。まあまあ、ちょっとインスタライブ、まあ、あの、せっかくこう盛り上げかなと思ってね、やってみてるんですよね。いや、でもそんなんはむちゃくちゃ、その、なんていうんですか、俳優が勝手にやってくれるのは最高に嬉しいことですからね。ああ、そう、そうですか。いいんじゃないですか。それがあのネガティブキャンペーンになってなければ。いや、ネガティブキャンペーンにはなってゴーレムでね、ちょっとこう劇場にまだチケットあったりする回もあるんでね。ほら、あの新潟のチケットを取っといてくださいね。あ、本当にもういいのね、1枚だって。もうこんなん言ってるか分かんないですけど、うん、僕京都やったら正直招待で入れましたからね。僕招待でそれを蹴飛ばしてそうね、ちょっとに、まあそうね、京都公演はちょっとこうご招待、あの、はい、お世話になってる方々に、まあ、まあそう関係者だ、そうですね、人として、はい、それも私、あの、本当放り投げて、うん、あの自腹切って自腹切って新潟であっ、分かりました。新潟は会場が結構広いので。あ、そうなんですね。はい、あの、まだお席多分大丈夫ですんで、ちなみに1枚でいいですか。鍋島と金屋も行きますあ、じゃあ3枚。はい、ちなみに、はい、今日日曜日の朝撮ってるじゃないですか、ゴーレム本番の京都公演の日曜日の朝、はいはい、今日金屋京都見に行きます金屋に限っては今日見た上で新潟も来ます、うん、金屋さんね、暗い旅でおなじみの金屋さん、うん、あの、それで言うと鍋島さんは昨日、うん、あ、撮影でもう、はいはいはい、DVD ブルーレイ撮影でもう来られてましたよ、はいはい、昨日一昨日と。だからもう、しかも立冬ももう鍋島さん見られてますから、ひょっとすると、はい、鍋島だけ新潟で一人遊びに行くかもしれないですね、じゃあいや、そうでしょ。だって立冬プレビュー見て京都初日、昨日の昼の回ともう3回見てますよ、鍋島さん。っていうか、だって、うん、それで言うと鍋島さんからその京都公演の連絡が来て、はい、で僕が「いや、俺新潟行こうと思ってねん」っつったら「僕も行きたい」って言ったら鍋島ですよ僕が誘ったわけじゃなくて、うん、もう、ああ、そうなんや。ほいで団長はもう「お前来るな」とは言わず、まあ、じゃあ行くんなら行こうやってこれで、で鍋島さんと2人やったらやっぱ心苦しい時間があるんで金屋を呼び寄せるっていう、はい、一応最高の布陣で、はい、2人は違うの。鍋島さんがあの車の中で大声で、うんうん、あのなんか歌を歌い出したりするのを止める役として金屋さんを、はい、でも金屋さんは金屋さんでずっと喋り続けるらしいからね金屋さんで喋り続けるんで、はい、あの2人を戦わせる間運転しよう、新潟まで車で運転しようと思ってます。なんかさ、金屋さん、なんか西ちゃんがさ、西村さん、はい、なんかこう旅行何人かで、はい、その旅行行った時にドライブかな、はい、なんか金屋さんも一緒に行って、はいはい、で金屋さんがもう車中でずーっと喋り続けるんやって。最初楽しかったらしいんやけど
本当に永遠に喋り続けるから、うん、西ちゃんが思わず、うん、ちょもう黙ってって言ったらしくて、最強の一言ですけどねでそっからもう金谷さんも本当に本当に何も喋らなくなったらしくて、あの金谷さんね、うん、そういう時ねすごい金谷さんが、うん、まあまあ意地悪に言い方するとすごい調子づいて、うん、テンション上がってブワーって喋ってたりする時あるんですけど、はいはいはい、確かにほんまにこっちがうざいぞっていう反応を見せると金谷さん本当ね、うんうん、こっちが言ったこっちが罪悪感バチバチ感じるぐらい、うん、むちゃくちゃなんていうんですかねこ う, そ う, そ う, そう金谷さんって反省するんですよ。そう反省してわ俺はみんなに迷惑をけかけてたんだってなって、うん、ほんとね寡黙な巨人みたいになるんですよ。なんか最終こっちがごめんねって言わなきゃいけないんでしょ、うん、そうなんですよ。それはちょっと難しいんですけど金谷さん拗ねてるとかじゃなくてマジ反省してるんですよ、うん、それは間ぐらいでいてほしいんやよかったらしいんやけど、いやそうね、うん、まあ猛省してしまって、うん、西ちゃんの言い方もちょっと厳しかったからね、厳しかったんかもしれないね、うん、ちょっとうるさいなぐらいで、うんいやそれもどうか分かんないけどでも金谷さんうるさいな、まあ、はい、ちょっと珍道中お願いします。ほんとはいはい、新潟応援、その状態はあのインスタライブしながらあの走ります。ああロードトゥ新潟、いい、ね、あの新潟の多分ね僕ら朝7時ぐらいから出るんで車であいいですね。ひょっとすると僕はあのゴーレム中爆睡してるかもしれないですけど、それは本当申し訳ないっていう。ぜひあの僕も覗いたりしますのでインスタライブ。わかりました、お願いいたします。新潟の皆さんもぜひよろしくお願い、はい、ここから京都まだ続きますし、はい、東京公演もございますのでぜひよろしくお願いします。そうですね、じゃあ行きましょう。カクテル恋愛相談室、リラックスの方法、あそうですね、教えてください。楽屋でリラックスちょっとしたいなと思ってますんでね。なるほどなるほど、はい、ではでは、デーモンブラッドリー40代男、ありがとうございます。リラックス、銭湯ですかね。あー銭湯、僕はサウナ苦手なのでサウナ入らずに、熱湯と水風呂と外気浴をひたすら繰り返します。なるほど、仕事やら何やらで頭がパンパンになっていてもこれを繰り返しているとなんか全てがどうでもよくなってきます。いいですね。あとは酒を飲みながらヨーロッパ客の香港への円盤のコメンタリー版を見るのも幸せな時間です。あら嬉しいじゃない、あーただのいいファン、ありがたいです、ありがとうございます。お酒飲みながらね、はい、確かにね劇見るっていう映像で見るっていうのはねいいですよね。あでやでや、はいはい、ラジオネーム山杉、銭湯ね私も好きなんですけど夏は銭湯入らないな。山杉さん、あそうね確かに夏はあんま行かない、文化祭のためなのか段ボールをスーパーからもらってる学生さんたちを見ました。青春ですね、青春だな。さて私はファッションサイトをカフェオレ飲みながら見るのが最高のリラックス方法です。ああなるほど、わかるな、特にスーツが好きです。デートに行く時もスーツ派でございます。かっこいい、ファッションサイトっていうのはその 服屋さんってこと、服のいわゆる そういうメーカーとかそういうブランドのそれを見るってこと、雑誌のとかがなんかそういうサイトやってたりとか多分あるんでしょうよ。なるほどね、うん、いや僕も結構ね見たりしますね。ちょっといやそれこそ40代50代どういう服装で行こうかなみたいなやっぱ考えるんで。なるほど、だってやっぱイケオジになりたいですもんね。イケオジで行きたいからさ、やっぱ確かにやっぱそれで無駄毛処理も始めたからさ、やっぱこうやっぱイケオジの一環として、イケオジも20代30代の頃はそんなに気にしてなかったけど無駄毛って、やっぱ40、50になってくるともうね毛が生えてるだけで汚い、不潔、不衛生って言われ始めるんで、そう危険ですね汗かいてたら青春のはずやのに汗かいてると思うね、本当に不潔、加齢臭、もうどうしてもそれはもう抗えないんで
でほんまそういうのを僕黙らせるために50になったらほんま全身タトゥー入れたろうかなと思ってますね。まあそれ黙るね。うん、マジで黙らせようと思って。ああでもそれかっこいい、いいな。入れてほしい。次いきます、デルタ。デルタさん、道端にどんぐりが落ち始めました。秋ですね。あら秋ですね。私のリラックス方法、喫茶店で読書。今は赤坂のりお先生のナウシカ講、風の谷の黙示録と、古川ロッパさん、いや個人名固有名詞にこのルビーありがとうございます、ロッパの飛食記を読んでいます。ナウシカ講は、漫画版風の谷のナウシカを思想の書として読み解く本で、とても分厚いですが文章は見やすく分かりやすいです。ちょっと読みたいな。喜劇役者、古川ロッパさんの昭和19年の食日記です。これもとても面白いです。うわちょっと面白そう。デルタさん、ナウシカ講ちょっと読みたいな。僕も漫画版好きなんで。まあね、漫画版の方がやっぱ面白いっていうか、続きちゃんと最後までありますもんね。いやいろいろね、うん、うん、あるんですよ。あの 女性のさ、あの王みたいな人なんだっけ、あの人、うんうんうん、出てこない、ね、全く名前わからないけど、名前出てこないけど、あの人のねエピソードすごい出てきたりとかって。アニメの方はあんま出てこないか、あの女性の。アニメの方はね、ちょろっと出てきます。映画の方はね、あちょろっと出てくる、うん、そう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 、この辺とかすごい面白いですしね。これは読みたいな、買おうかな。読みますか、こちろうかな。はい、楽しかった。分厚いですけど頑張って読んでください。はい、ではお餅、お餅さんありがとうございます。リラックスする方法、手軽なところで仕事の合間でも隙を見てサッとできて速攻性もあって、しかも効果的だと思っているのは深呼吸です。ああなるほどね。プールでウォーキングする時もゆっくり息を吸ってゆっくり吐くと考えながら歩くと、余計なことを考えていられないので、その間はストレスから解放されるような気がします。この時にお腹を意識してゆっくり吸って吐いてをすると、私の場合はポッコリお腹に効く気がしています。なるほどなるほど。石原さんの誕生さんはどんなことをしてリラックスしてますかっていうことでございます。私はね、最近、まあ、公演中はねやっぱりねストレッチですね。ストレッチで、準備運動というかあれなんですけど、アップではあるんですけど、うん、やっぱ中でもストレッチはね最近ちょっとあれ目指してるんです、開脚ペタ。なるほどね。100日で開脚ペタになる男。100日で開脚ペタになるゴータを目指してるんです。ペタした瞬間死なないですよね、大丈夫。ああそうか、100日後死んでしまうやつやもんな、あれ。うん、ペタした瞬間に下にナイフが仕込まれてたりしないですよね。朝から面白いこと言えんだな団長って。朝一が、はい、勝負ですから。死なないです、ナイフないです。それは良かったですけど、はい、開脚ペタ目指してます。だから公演が終わる、公演中はやるんですよ。で公演がなかったらやらないんで、うん、ちょっとそうだな、公演終了までにちょっとペタ目指したいんですけど、公演終了までって多分50日ぐらいなんだよな、60日か。あーなるほど、そっからやらんくなるんだよな。いや次のなんか公演とかね、ハイで出るのがあれば引き続きこう、連続性を持ってねやってもらいたいですけど。そうですね、お仕事ください、本当に頑張ります。はい、ぜひぜひ、はい、ではでは、タイムリエラー、タイムリエラーさん、リラックスする方法、前回書いた寝る前の体ほぐしは体作りというリラックス方法かもしれません。横になってから、指先から背中や顎、額か、うん、に、顎かに至るまで全身くまなくほぐしていると、おのずと力が抜けていくだけでなく、寝る前のスマホ時間の減少にもつながります。顎に至るまでほぐすってすげえな。うん、毛布やクッションに触れて落ち着きを得ることもあります。抱きかかえたり慣れたりした時の感触に癒されます。
他には空を眺めたり牛乳飲んだりですかね。私はカフェインで覚醒してしまうのでチルしたいときは牛乳と一緒にカフェインを取らないように気をつけています。なるほどね。いやいやいや、いいですね。やっぱストレッチですね。うん、僕もね、寝る前ストレッチとかたまにこう YouTube 見ながらやりますけどね。なんか寝る前にみたいな。たまにですけどね、なんかね。まあ、次回テーマ、今年の夏を振り返るのは早いでしょうか、はい、思い出を一つでも全体の総括でもどちらでも。夏ね、夏を振り返る。はい、あと僕へのあの説教のメッセージが届いております。説教だわ、はい、苦言の苦言が男女の苦言が、送られております。苦言がね、これはね、あの指針なんでね、男女の指針が届いております、はい、ありがとうございます、はい、エリリンエリリンさん、ありがとうございます、トークテーマリラックス方法について。はい、私は休みの日に特に何もせずにテレビを見たり昼寝をしたりすると大体リラックスできています。出かけて買い物したり映画見たりするのもリラックスできてると思いますが、究極のリラックス方法は寝ることですかね。まあそうか、寝るね。例えば明日休みだからあれとこれやろうかなと思っていても当日になってやっぱりいいやとダラダラ過ごすこともあるし、気を要する予定でない時は何もしないことが多いです。無理して予定を入れてもしんどいだけですしね。寝る、ダラダラする、これが一番です。いや確かに、はい、まあもう寝るが一番回復するからな、ほんまに。やっぱあの待ちそわ感、僕寝ますね。ちょっともう昼寝っていう気分で、あまあスッキリするんですよ。20分、30分、20分ぐらいかな、寝てでまたストレッチして体を起こしてやるみたいな感じで、ね、いやもうその15分20分の睡眠ってむちゃくちゃいいらしいですもんね。ね、言うよね。だからもうあえてそうしてる。しかもなんかコーヒー飲んで寝るといいんですって。えって思うじゃん。それ聞きますね。なんかコーヒーのカフェインが効き始めるのは30分後らしいんですよ。だからコーヒー飲んですぐ寝たらちょうど20分30分後ぐらいに目がすっとこう冴えてお昼寝にちょうどいいっていうのを昔テレビで見まして、はいはい、試して買ってやったかな。ね、聞くね。起き抜けが良くなるんでしょ、だいぶカフェインとかでバーって気持ちよく起きれるんでしょ。そうなんですって。だからまあそれは必ず、やってますね。ギンギンにならないですか。ギンギンにはならないね。僕カフェインがそこまでそんなすごい、長野さんってね、うちめんのカフェイン効きすぎてなんかこうギンギンになるみたいな。缶コーヒー飲んだらだって目の前が万華鏡みたいになるんでしょうね。なんかそんな言ってるよね、うん、もうっていうので、うん、まあやってますね、うん、なるほど、ありがとうございます。ではでは、うん、ラストかな。石田派閥の勝、お勝さん、ありがとうございます。前々回は出会いの話で勝つを入れてあげまして、そろそろ動かなければと振り出しました。ああ、そうですよ、勝つですよ。勝さん勝つでしたよ。ねえ、勝つに勝つでした、うん。リラックスする方法ですが。なんかあれだよね。なんか妹で、ね、なんか同級生だったみたいな。ああ、その、うん、知り合った人が。知り合った人がなんか近かったみたいな。うん、そんなことじゃないと。そうなんですよね、確かに。そうですよ、頑張ってました本当に。リラックスする方法ですが、はい、実家の犬と戯れるのが一番のリラックスです。1時間ちょっとあれば帰れるので月1回は帰って遊んで元気をもらっています。いやでもそうだわ、もう最高のいい時間だわ、猫とうちの味噌と戯れて一緒に寝てる時間。あ、うん、何より、もう本当に最高。決まったな、じゃあ猫多分なんかもうそのなんかドラッグみたいな感じになってるもんね、もう猫を吸うのが。あ、猫吸いが、猫吸う、うん、猫吸いだってもうあのドラッグのさ、あの描写でさ、なんかよく鼻からさ、ね、はい、はハリウッド映画とかでさ、鼻からスーッて吸い込ん、はい、粉吸い込んでるみたいな、はい、ね、おーみたいになるやん。
じゃあ、泥札をくるくるって丸めて、それでスーッて吸ってもらっていいですか、今度、味噌。味噌、泥札は丸めて、鼻から。1ドル札ではやってないけど、クレジットカードで味噌の背中をさーって裂いて、書いてから。もう本当に、味噌の体を、うーんつって吸い込んで、エツに入るみたいな、もうドラッグみたいになってるもんね。ちょっと大物女優みたいにバスケットに入れて楽屋に連れてってください。いやいや、本当にね、猫とか犬とか楽屋に連れてってね。まだ見たことないな、さすがにそれはな。いやいや、確かにね、ありがとうございます、皆さんそれぞれのね、リラックス方法ということ。どうしようだな、夏の思い出、夏の振り返り、いや先に進みたいからな、ちょっと、いや、どうでしょう、好きなカクテルでいきましょうか。ちょっと最近カクテルの話ね、本放送でももうカクテル一個一個やってるんで、ちょっと好きなカクテルを教えてください、皆さんの。なるほど、ちょっと、もちろんノンアルコールカクテルでも大丈夫と。そうです、好きなカクテル、カクテルとかちょっと分かんないみたいな人は、今からちょっとバーに行って、あら、1週間のうちに好きなカクテル決めましょう。そんな我々がバーに対する経済効果まで埋めるんですね。未成年の方とかもいるかも分かんないな、その方はちょっと飲んでみたいカクテルでいいんで、ちょっと憧れの、ちょっとこう、はい、カクテル、好きなカクテル、飲んでみたいカクテル教えてくださいというので、どうでしょう。はいはい、といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。